3月7日月曜日、今週も頑張ります。じゃあドイツ語の勉強していきます。ドイツ語の勉強の続きしていきます。2セット目が終わりました。まあ、ちょっと休憩をして、まあ、この後またちょっと勉強するか、ちょっと出かけるかはちょっと決めていきたいと思います。勉強した後にちょっとゆっくりしたんですけど、出かけて、写真を撮っていきたいなと思ってます。これは僕が買ったわけじゃなくて、祖父からもらって、もらったというか譲り受けて、僕も写真とかが好きなので、はい、これを撮ってます。YouTube のヘッダーになっている画像も、あれは祖父が撮ったものになってて、それを使ってます。深大寺の方に行ってきたんだけど、すぐ帰ってきちゃいました。意外と小さくて、写真撮るって言っても、まあ、そんなに撮る場所もなくて、はい、でその後スーパーやって行って帰ってきたので、ご飯ちょっと食べて、何か知りたいと思います。業務スーパー行ったんですけど、ドイツのチョコレートがあったので買ってみました。でこの前、大学の先生が来てくださったんですけど、ドイツの話を少ししたら、ドイツで、指導者をやった方で、ルーパー A かな、この方にちょっとメールをして、僕のやりたいことというのを伝えていこうと思ってます。ちょっとだけお願いします。じゃあ続きやっていきたいと思います。ちょっと今日休みなんですけど、今早急に対応しなくちゃいけない、案件が出てきましたので、そこをちょっとやっていきたいと思います。仕事の対応終わったので、これから Vlog の編集をしていきます。土曜日曜で編集しようと思ったんですけど、難しくて遅れてしまったので、休みの日にやります。動画編集のところ、まあ、8割型ができたので、あとスーパーに行って買い物していきたいと思います。動画編集します。 Vlog です。あともうちょっとで動画編集終わるんですけど、もうちょっと10時回っちゃったので、明日やりたいと思います。ではおやすみなさい。どうぞドイツ語の勉強していきます。ドイツ語終わったので、これからちょっと準備して、最後に向かいたいと思います。今帰ってきてシャワーとか浴びていろいろ落としてますので、これから動画編集をしていきたいと思います。Vlog の編集が終わったので、これから寝たいと思います。おやすみなさい。
ございます。ちょっと時間が本当ないんですけど、ドイツ語の勉強をしていきたいと思います。今日が3月9日、水曜日になります。帰ってきてちょっとシャワーも浴びたので、これからご飯食べていきたいと思います。仕事してきます。おはようございます。これからドイツ語の勉強してきます。2セット目いきます。ドイツ語の勉強終わりました。これから休憩して、仕事していきたいと思います。これから仕事をしていきます。昨日ですかね、バーモントカップの要項の方が出ましたので、こちらについてまとめていきたいと思います。実際参加費とかいろいろ必要になってくる書類関係とか、それをまとめて監督の方に送りたいと思います。ではやっていきます。申し込みのところが終わりました。今チェックしてもらってるので、チェックが終わり次第、申し込みの方に移りたいと思っています。これから仕事の動画編集していきます。今ちょうどご飯炊けたので、ご飯食べてもうすぐ向かいたいと思います。よし、本を買ってきました。組み合わせっていうのがいろいろ書いてあるのか、まあこれはちょっと気になったので、買ってみました。フットボール批判の、まあ攻守の切り替えは死語であるっていうところね、まあすごくね、この攻守っていうところ、攻撃、守備、そしてこの4局面っていうところ、攻撃から守備の移り変わり、守備から攻撃の移り変わりっていうところなんですけど、まあそこに関してのところなので、まあ少しこう気になったので、買ってみました。フットボリスタの、もうね、3月号トレーニング学問かっていうとね、すごくね、もうタイトルから面白そうで、デュエルとかね、ナーゲルスマンがって書いてあって、やっぱこうドイツサッカーこれから感じていくというか、学んでいくにあたって、これにとってね、興味をそそるものだったので買ってみました。さあ、これは時間を作って、読んでいってくれます。動画の今カットは終わったので、明日の朝編集の方していきたいと思います。おはようございます。動画編集していきます。編集終わりました。9時から、会議があるので、ミーティングがあるので、準備したいと思います。ミーティングが終わったので、少し休憩して、仕事をしていきたいと思います。ご飯食べてきます。
仕事の方していきたいと思います。すいません、今週あまり変わり映えのしない画面で、続いてしまって申し訳ないです。はい、仕事しています。仕事の方が一段落しました。明日のメニューのところがまだできてないので、そこを設定して明日の朝早いので終わらせたいと思います。頑張ります。今ちょっと弟が来て、引っ越しのね、物をいろいろと置いてきました。弟もすぐにね、春から社会人なので、ね、ちょっと年を取ったなと思います。はい、仕事続き頑張っていきます。メニュー作成終わりました。土曜日、フットサルの大人の教室なんですけど、コントロールオリエンタードって言って、コントロールの方向付けっていうところをやっていこうと思います。フットサルは足元で決めるっていうところが、結構サッカーやってる方だったりとか、肌から見たらそう見るらしくて、そうではなくて、そのまま足元でコントロールしてしまうと、ディフェンスというものはこう真っすぐ突っ込んでくるんですよね。けどボールを動かすことによって真っすぐ来るんですけど、動かすから1、2っていう動きが必要になってくる。だから特にフットサルは狭いところでも行っているので、ボールを動かすこと、方向付けだったりっていう一つ一つ細かい動きが必要になる。なのでそこの方向付けっていうところを初心者向けに、行っていきます。はい、お楽しみに。ホワイトデー、近いのでまた方にお返しします。明日もちょっと早いんですけど、選手のノートを見て、から出たいと思います。はい、頑張ります。はい、おはようございます。今日土曜日で、ホーム開幕戦になります。これから仕事なので行ってきます。はい、今帰ってきたので、これから洗濯をして、仕事をしたいと思います。リュースなんですけど、洗濯してます。で、ちょっと夜ご飯、おにぎり、カツ、卵、買ってきたので、これを食べて、ちょっと作業したら、帰りたいと思います。けど、洗濯終わんないと帰れないので。はい、だいぶ遅くなっちゃったんですけど帰ります。どうも、今日も頑張ります。じゃあチーム活動してきます。できました。これからご飯を食べて、少しね、やってることがあるのでやっていきたいと思います。一周で終わりました。ちょっと疲れてたかわかんないですけど、疲れが寝てしまったので明日に備えて寝たいと思います。1週間、お疲れ様でした。また来週も頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。ではおやすみください。3月11日を迎えました。僕は福島県出身で、当時中学1年生だったんですけど、採用しました。内陸の子だったので、津波とかは大丈夫だったんですけど、建物が倒れたりとか、放射線とか、僕ってこう今スポーツやってていいのかなとか、すごくいろいろなことを考える時期でもあって、
恩返しができるように、僕の行動で、返していきたいと思います。いつかは地元福島だったり遠くっていうところに戻って、やりたいなと思っているので、はい、引き続き応援よろしくお願いします。では。